これじゃない、あ見つけた、あこれ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 超これ、これ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 キサーゴってとこ、こっちください、これ特選ネギ味噌の大盛り、はいはい、あはいはい、もう出てる。え、何？地震です。地震です。緊急地震速報。石川県で地震発生。不要不急に備えてください。気象庁。あ、来てる。今。はい、ごちそうさまでした。やった、ちょあーよかった、バイク倒れたかと思った、すごい地震来ましたな、びっくりしちゃったね、あー食った、ちょうどすげえ地震来るんだな、や津波とかなければいいけどね、あと川とか上がってくるからさ、沿岸線には決して近寄らないでください、あと川にも近寄らないでくださいよ、登ってきますから津波ね、気付けましょうね、取り行こうか、したらどう行けばいいの、うまいこと行けんのこれ、あこれ行っちゃっていいのかな、あ食った、なんか新潟はあれですね、交通の流れがゆったりしてるね、せかしかした感じないですね、290号ってどう行けばいいんだ、あ芝田か、あれ行けばいいのか、いや違うな、なんか違う、なんかいまいちよくわかんない、290乗ればいいんでしょ、400何歩だっけ、これ阿賀野市のあれか商店街ですか、そっちの方とかね、おもちゃ屋さん、おもちゃ屋さんあるね、もう昨今おもちゃ屋さんったら結構貴重だよね、思えば本当に随分駆逐されたよね、本屋さんもそうだけどおもちゃ屋さんもさ、あれまあいい感じだね、冬来たらいい感じかもしれないですね、なんだか、あ、これかな ?760。これ行けばいいのかな、いや、ほんとなんか、新潟ってマイペースの人多いかもしんな。国道465ですね。乗りました。しばらく行って、今度、いろいろあって国道7号でそのまま北道やめよ、あれ行こう、7号で鶴岡まで行こう、いや本当に道路赤いんだけど、これどういう原理なんだろうね、サビなのかな、ロードヒーティングじゃないですわな、なんか水流すんだよねちょろちょろね、だそれの配管のサビが映るのかな、水なのか何なのかちょっとわかんないですけど、多分ただの水だったら凍るからさ、バッテリーじゃねえ、ラジエーターのあれじゃねえけども、不凍液だかなんか、ああいうの流してるのかな、それの影響なのかもしれないですけども、ちょっとよくわかんないですけど、ね、いや、とりあえず465、北道を戻っております。昼飯即帰宅でございます。農観光だよ、新潟。こんな切ないとこないね。結局さ、ゴールデンウィークっつってもさ、今日金曜日でしょ、土日さ、雨なんだよね。だからまあ仮にここで泊まるにしてもさ、雨の中帰ることになるっしょ、それも避けたいからね、やっぱり今日日帰りなんだよな、日帰りせざるを得ないんだよね、なんかいい感じです、いい感じですよ、新潟立山とかまた違うか、あれは富山の方か、南アルプスっつうかなんつうか北アルプスか、また違うんだよね、260の今、まあ、57、50キロとして、310キロとか20キロぐらいじゃないですか、片道。ハンバーグ工場、ASI、ハンバーグ工場、なんでしょうか。ハンバーグ工場って何だろうね。でかいよ、いきなり。すげえでけえ。やっぱ米どころっつうぐらいだから、あれなんだね、川の水とかきれいなんでしょうね。やっぱり。ほら、ハンバーグ工場。何食品？よくわかんねえな。共栄エンジニアリング。また違うよね。これね。あ、工業団地になってんだ。
砂糖食肉、なるほどなるほど、ここで柴田に、柴田市に入るんだ。セントラルブリー、なんだろセントラルブリー、あれかい、クリーニングのあれかい、違う、月岡温泉、月岡温泉が右折であるそうです。やっぱり新潟も小めりなんだね。東日本全域にあるのかな、小めりは。見渡す限り田んぼなんですな。やっぱりあれですか、魚沼さん、魚沼じゃねえから、魚沼さんなんてまた違うのかな、何を言うのか分かんないけど、星光笹錦、何なんでしょうね。考えてみれば魚沼さんって魚沼さんつけて品種は何なんでしょうか。産地は分かるけど品種までちょっとそういえば考えたこともなかったんですな。ここなんか特に赤いよ、これすごいよね。でなんかさ、そうだ、満月の中華そば、満月の駐車場がそうだったけど、なんか若干油毛があるっつうか、ヌルヌルするっていうか、中華食堂のテーブルみたいな感じ、そんな感じするよね。ここは違うかな、場所によんのかな。あ、なんかすげえ天井高え、どうしたの、うわぁめっちゃなんか、あーなんか道の駅の感じ、なんかそんな感じ。あ、ちょっと待って、なんかめちゃめちゃうまそうなんだけど、これはなんかね、そう、道、そう、まさに道の駅の感じ、本当に。ここはね、これなんかいいかもしれない。あ、これはいいかもしれない。あ、ちょっと待って、これあれまた安いこと、うわどうしよう、うわ、里芋買ってっかな、これシャイのちょっとあれだな、あ、これいいかも、キューベイさん、キューベイさんの里芋買った、なんだろうね、新潟といえば何なの、いや、わかんねえ。あれか、マーク持ってきたやつ、なんかなんだかラーメン、あ、これでまたなんかこんな感じのやつマーク持ってきたな、それお土産で、そっかそっか、あー、これね、これね、これも絶対うまいよ、これおかき買っちゃうわ、食いたいね。あとなんだろう、うどんか、うどんはいいか、味噌な、味噌な、何味噌なんだろうね、白味噌なのかな、うわ甘酒の、じゃあ頼みます、意外とあ、なんか想像くの、どういうふうにやるの、あっ、あっ、あっ、わあ、いちごか、
ヒデを合わせまして680円。カード使いますか、クレジット。はい、お客様控えのも渡してください。ありがとうございます。よいしょ、たまソフトクリーム以外の飲食はしないでくださいね。あ、なんかソフトクリームもなんかあるのかな。なるほどね。まあなんか道の駅っぽい感じだね。まあ買っちゃった、里芋、なぜか里芋と、これは新潟らしいんじゃない、これ。おかき、どうかちょっとということでした。あ、これは人晩酌が来るぞ、これ来る。パンよ、超パンパンよ。よっしゃ、いけるかな。よいしょ、よいしょ、よいしょ。いいな。買っちゃったよ。うわ、汗だく、超汗だくなる。おかき買っちゃったよ。これなんすか、高校ですか。柴田南高校ですか。ああ、なんか農業高校が向かいにあるねとかっつったね。結構どんよりとした商店街ですな。かつては賑わったんだろうな。お、ボンネットバス、本気のボンネットバスかい、あれ。ちょっと違うよね。ドンガラは現代のやつだよね。あ、これ右曲がってもいいのかもしんないよ、多分。ちょっと商店街だけ舐めようか。こんな感じになってるやつ。こんな感じでございます。これこっち行った方がいいかもしれないね。うそつしよう。駅が柴田駅っていうのがあるんですね。わあ、これ面白い。あれ、あの人間の方のさ、あれ信号が横向いてる、あれ面白いね。全然見えねえんだけど、全く見えねえぞこれ。ほら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 、面白いね。わ、ここもなんか祭日なのか何なのかわかんないけど、これもう完璧駅前通りだよね。これ多分駅前通りね。完璧駅前通りなんだけど、ちょっと駅の方まで行ってみようわ、しっかりね。すっかりなんか看板もないから、多分本当に営業のしてない空き店舗だねこれね。看板のないところはそうなんだろうな。うわー、これはちょっと結構面構えはパリッとしてるけど、でまっすぐ行くと駅前です。本当に駅です。これなんとかなんないもんかね。なんでなんだろう、やっぱ郊外のあれか、郊外の方が発達してんのが。正面が柴田駅だそうです。わー、なんかすっげー石巻駅に石巻の駅の駅前にそっくりなんだけど、マジっすか。うわ、この交番の位置とかね。うわー、マジっすか。なんかすげえちょっと親近感覚えちゃった。お、ここに病院あったりして、ちょここにね。うわー、すげえ石の巻の駅っぽかったよ。へー、さあうろからうろからして7号線に合流しようとしてます。お、
なんか、ああ、いい感じ。なんだろう。なんすか、ここは。なんでしょうね、あれは。なんでしょう、あれ。よくわかんねえ。文化センターみたいなやつ。さあ、7号線戻りますよ。まあ、多少ですけども、柴田市街を、まあ、中心街を主にね、観光できたんじゃないでしょうか。観光ってほどでもないですけど、なんとなく雰囲気は分かったんじゃないでしょうか。じゃあ、あと7号線乗ったらもう一気に屋上ですね。はいはい、分かった、分かった、分かった。ぐーっと大きくコーナーして最初のところね。分かりました。なんだっけ、あの2円とかっていう。はい、7号線乗りました。わあ、いい感じ。なんだろう、ほんとあの山山脈が気になりますね。なんなんだろう。さあ、帰ろう帰ろう帰ろう。めちゃめちゃ混んでんだけど。あ、菊水、菊水ですよ。新潟のお酒、菊水ですよ。いやー、これ寄りたいね、寄りたいね。でも飲んじゃまずいっしょ。飲んじゃまずいっしょ。この交差点が今朝曲がってきたとこですね。まっすぐ鶴岡方面行きます。あー、食った。今日もホームセンターがあった。これは有名なんですかね、平瀬。どうでしょうか。まだ鶴岡、鶴岡って120キロぐらいなんだからね、なかなかありますよ。足りないし、あー疲れた、疲れたよ。あ、地震50キロ来て、やっぱ地震の影響あったんだね。なんかね、何これ、こっち行っていいのかな、これ。あー、まったりまったりだよ。4時15分7号線でございます。胎内市ももう過ぎたのかな。どうなのかな、まだ胎内市なのかな。何川なんだろう、これは。書いてかな、書いてねえか、書いてない。荒川だって。あいつは今の寿司屋さん、旬を握る、なんとかわかんない。あ、ここにもトントンなんとかってあるね。何なんだろう、これは。何これ、あーや、やだな。そこそこの町じゃないですか、これ。なんつうんだろう、なんつう町なんだろうね。しても流れねえね。まんず、まんず流れません。なんでこんだけ道路広くしてんのに2車線じゃねえんだろう。疲れてる、超疲れんだよ。村上市ですか。やっと、やっとなんか解放されたって感じ。疲れた。連日のロングランだから疲れますね。昨日も500キロ、今日にだって600キロですか。2日で1000キロ超えですか。疲れた。さあ、ここは新潟県の村上市ですね。現在国道7号線を北上しております。まほろば道の駅朝日、まあ、なんか坂田行くときにここ寄ったかもしんねえ、そんな気がする。なんかいいね。あ、ここいい感じ、すごく。
合掌造りとまではいかないけど、現代版白川郷みたいなね、感じ。それもなんか有形無形どっちかわかんないですけど、文化財なんですかね。食感。わあいい、うわ、うわ、ここら辺ほんと昔ながらの感じ。ここはマジすげえ。民宿なのかな、温泉街とかかな、すげえや。へえ、佐川流れここまで来ましたか。セブンに。またこの前と同じだけど、泊まろう、海見よう。休憩。この前と同じところで日本か。待って、これもしかして佐渡島、これなんかあるね。何でしょう、何島なんでしょう。こんなところに、こんなところに。光の速度で感じている。